ちょっと戦いも破壊力も思うことも我々の想像のはるか上を行く、そんな歴史を見せてくれたのが大槻春明です。もう対戦あります、石川直樹さん、はい、まだこの2022年11月末に大槻春明が見られるとは。本当ですね、大槻はね本当に自分の臆病な人なんですよ。臆病な人だからこそ試合ができる時じゃなくて試合をしないんですよ、ね、でもその大槻春明が戻ってきたんですよ、はい、ってことはもう楽しませてくれるっていうことだと思うので、まあもうこの構えからですもんね、はい、ちょっと渡辺美奈代さん、この世界観っていうんですかね。アウト。さあ中島選手に伺いましょうか。はい、中島選手、はい、まず大槻の試合はずいぶん前に見たことがあるということですね。そうですね、もうそう10年ぐらい前ですね、はい、ただ構えは変わらずですね。そうですよね、はい、でここからもう両方蹴りも強いですよね。そうですね、パンチもそうですが蹴りもそう、はい、ここも狙っているか。合わせが上手いですね、東本選手、左の膝だったり、ね、はい、東本にしてみればという石川さんの戦いですよね。前手をうまく、はいはい、生かして入らせないようにして、はい、で東本はとにかくこの左でなぎ倒すパンチ、これを得意としています。まあ、元王者河原田修司選手とは1勝1敗なんていう戦績もありますが、こちらは2012年9月ニュースグランプリでデビューですから、こちらも10年経っています。3連敗中関係ねえっていうのが中島選手、そうですね、ちょっと東本の気持ちっていうのも分かるような気がしませんか。東本選手結構こう構えにとらわれないというか、はい、カウンター狙ってるんですかね、ねえ、ちょっとパンチにパンチ合わせそうな雰囲気が、はい、本当に必要最小限の動き。でもそこに東本もローキックを放っていきます。スイッチで返す大槻、右からうまいですね、東本選手合わそうとしてますね、はいはい、左の攻撃をですね、蹴りだったり膝だったりパンチだったりですね、この右に東本にすれば石川さん、まあ、殿下の宝刀ですもんね、はい、東本 そうですね、はい、その左は、うん、拳の位置もいろいろ変えてきます。大槻選手はね、パンチ、まあもちろん目が見に行くんですけど、あ、スイッチした、ローキックが非常に強いです。今奥足ローを放ってますよね、はい、まずあれで足を持っていくんですよね、はい、バランスが崩れたところにパンチを叩き込むっていう戦略昔から、はい、はい、石川さんと大槻選手の対戦は2009年でした。そうですね、はい、まあ、2015年の話ですが、レオナ・ペタス選手にも大槻は勝っています。左を取った、ちょっと巻き込むような形にはなりました。どうだ、インロー、中島選手、東本は手応えありましたかね、はい、そうですね、結構蹴りも走ってて、はい、ええ、東本選手のこうリズムというか、はい、感じですね、はい、今のところそうですね、大槻選手らしさを消してますよね。そうですか、はい、だけどそこでも一発で持っていっちゃうのが大槻春明って男なので、確かにまだまだ分からない。そうですね、はい、右手前に出したまま、まあ、ダメージなどもちょっと計り知れない、両腕で押して右左前蹴り、ここです、このレンジ距離が近くなってくると、ボディアップ、さらに右左オーバーハンドのパンチを、これはラッシュもドッグダウンではありません。第1ラウンド終了です。いやいやいや、なんとも中島選手、はい、まあ、ちょっとこう息つく間を与えないという2人です ね、 そうですね、大槻選手がウォーミングアップの時に、はい、まあ、リングで、リング確認するんですけど、はい、ダンベルを使ってシャドウしてたんですよ。うわ、だそれを見て、あ、やっぱもう昔自分の家かのように、はい、そんな感じがしました、ね、リングが。なかなかそこまでこうやりきれる人っていないですもん ね、 そうですね、すごい入念にやってました、リングチェックを。ちょっとパンチは楽しみですね。そうですね、まあ、となると石川さん、はい、東本久輝がきっちりとガードを固めて、その後左、そうですね、はい、そこは東本選手も、はい、どれだけ冷静にいられるかというところだと思います。大槻選手昔は、ね、一発で試合を持っていったところがあったんですけど、今は、ね、やっぱりちょっとずつ力を持ちているところがあるので、はい、ガツンガツン重ねて重ねて蓄積させて倒すっていう、前回の、ね、明人選手の時もそうだったと思うんですけど、はい、蓄積させてからの一発っていうところが、はい、まだまだ見逃せないですね。となると第1ラウンドでこう触って探って、はい、そうですね、第2ラウンドですよね、はい、両手前に出してきます。でもとんでもないところから、ええ、全然見えない角度からパンチもありますから、それも一発で左だ、これ右アッパーつなげてくる、前に出てきた大槻、右
のフックからは青いグローブの東本。左気をつけてよ。さあ改めてもう構えから、そしてローキックは前にある足に放っていく赤いグローブを突き前蹴り、構えからして打ち取り込んでくるかというモーション。中島選手どうでしょう、先手ちょっと打とうとしましたね大月が。そうですね、インローも結構、はい、東本選手嫌がってるかもしれない。ああそうですか、だいぶ威力あるんですね、これもそうですが。そうですね、そうですね、相手の蹴りには右前足を出して合わせて左ローキック。大月選手ね、ガードが低いじゃないですか、はい、でなんで攻撃当たんないのっていうふうに思うと思うんですけど、とにかく目がいいんです、本当に目がいいので、はい、あの体の置く場所だったりから頭の置く場所だったりとか、そのすべて計算されていると思います。まあ、それからその、まあ、言ってしまえばこうちょっと怖がりな面があってっていうところがいい方に全部ファイターなんですよね。はいはい、だからこそ自分を完全に研ぎ澄ましてからじゃないとリングに上がらないっていうのが大月春樹ですね。逆に言うと1年10ヶ月ぶりその状態セットできた。うわー、大砲振っていった。大月選手グローブずっと握ってるんですね、はい、もうコンコンコンっていうパンチの感じすごい。お、東本のパンチ硬いと思います。左で返す東本。中島選手今 もうその真っ最中ですね。そうですね、右アッパーボディ打ち込んでくるストレート、前蹴りつなげる、お互いの左。さあこのラウンドも開始から2分になろうとしています。皆さん印象などどうですか。大月も構えからしても全く違いますよね。違いますね、違いますし、ちょっと同世代ということもありまして、なんとかね50代でも王者になれるように頑張っていただきたいなと思いますけれども、はい、まあ、そんな中に立ちはだかるのが30歳の東本、まあ、東本もこの戦い大月さんとならと、まあ、再びモチベーションをアップしています。右顎先、あこれ後ろへロープまで。中島選手ちょっとダメージの方が心配ですよね。そうですね、ちょっとずつコツンコツンジャブでちょっと今、揺れたかもしれないですね、はいはいはい。まあ、食らう方もっとちょっと石川選手ありますもんね。そうですね、はい、東本このあまりに大きな存在をどう突き崩してくるのか、気持ちも含めて左今揺れましたね、はい、動きも止まりましたね。耳の横ですね、はい、あのパンチ、そこからまあより中島選手東本の方が前に出てくるようになりましたか。そうですね、ちょっと距離がもう東本選手の距離ですね、はい、戦いは第2ラウンド終了です。さあ続いて中島選手に伺ってまいりましょう、はい、様子変わってきました。そうですね、ここからラスト3ラウンド目、はい、大月選手の爆腕がどうなるか、ね、ものですね、見られるかどうかですよね。前回も3ラウンドで上がってきたんで、はい、まずこのリプレイです。石川さん、これもずっと狙ってますか大月は。いや、あの大きな狙いじゃなくてコツコツですね、はいはい、今日のリプレイは、はい、昔はね、まあ、あの遠いところから一気に足を使って、はい、フットワークで一気に入ってっていうところがあったんですけど、今その辺がちょっとそういう戦い方じゃなくなってきてね。そうですね、近距離でコツコツ当ててから、はい、揺らしたところでガツンと倒し方の戦い方に変わってますよね、はい、さあ残されたラウンドはあと一つです。64キロ契約で行われています。大月春明、赤いグローブ VS 青いグローブ東本久樹。東本サウスポースタイル、そうですね、ああいうリズムが出てくると、はい、やりづらくなります。大月スタイルは。そうですね、はい、東本見ながらもこうやって自分から左右を伸ばしてきます。スイッチしながらローキック、大月、大月のこうゴツゴツするような、ねえ、攻撃には膝、ボディで突き刺してくる、まあ、スピードという点では中島選手もう東本ですかね。そうですね、ここでちょっと蹴りを出していきたいですね、東本選手。東本が、はい、ラーリフだ。東本にしてもこの拳は強い、一撃必殺の拳は持っています。大月選手、俺ら聞いてはいるんだけどぐらつかないんですよね、はい、打たれてるんですよ、ね、はい、でも少なくとも、はい、ダメージはあるはずです。キャリアの中でもあまり打たれてこなかったということも以前は語ってもいました。そして食らわせる戦いがあって、まあ、年齢重ねるごとに、まあ、当然相手も若くなってまいります。
東本がこうやって食らいついてくる、襲いかかってくる。すみません、そうですね、近距離でこのジャブだったり、はい、膝で膝がひどくキーポイントになりますね、そのボディへの膝、はい、うん、身長差、リーチ差というのもあります。8センチ長いのが大きいのが東本、バーディー打ち左、さらにガードから壊してくる。中島選手ちょっと緊張感は途切れませんね。そうですね、こう大槻選手もらってるんですけど、はい、もらいながら当てるっていうのが結構あるんで、はい、食らってその後これです、この辺り、そうですね、はい、注目になってくる。ちょっと復活してきてる感じも見えますね、大槻選手。ダメージからですか、はい、はい、ね、見えながら、ね、もらってるんで、はい、あ、そうですよね、はい、想定の範囲ではあるわけですね、はい、残り1分です。今セコンの方が俺の声聞いてくれって言ってたんですけど、ちょっと大槻選手のリズムに合わせてきちゃってますよね、はい、そうですね、となってくると大槻腹っ柱に一発、あ、東本が前に出てくる、もらってるんですね、左アッパーダブルから右フック、ダルク大槻も返す、さらに右押してコツコツをゴツゴツと当ててくるのが大槻春明。この攻め時ですね、東本選手、あのしっかり警戒を、警戒心を最大にしながら攻め時ですね、はい、そうですね、はい、そうですね、まあ、ガードは硬い、でもその隙から右、うん、左、さらにストレートからボディー打ち返して大槻バックワン、アッパー両手で突き放した。さあここまでの歴史もう断ち切らせていただきますと東本、残り10秒切りました。最高に楽しみな相手と東本倒したい、時間がない、あと1秒、ここで試合終了です。さあ皆さん、はい、まあもう緊張感ずっとあったと思いますが、どう映りましたか？なんか3試合目東本さん追い上げてきたんじゃないですかね。でも試合って難しいですね、相手のリズムに飲まれてもいけないし、はい、試合しながらですもんね、そうですね、戦略も聞きながらですね、いろいろ動きました。ジャッジ箱崎30対29、青東本30対29、ジャッジ西村30対30、ドロー、2人目ドローです。さあ3人目、ジャッジ30対30、ドロー、引き分け、1票は東本が奪いましたが1対0、期待に、これは規定に満たないため延長戦に突入いたします。中島選手、ズバリどう見ますか？はい、そうですね、こう大槻選手粘りましたね、最後で東本選手ちょっと疲れてるように見えるんで、あ、どうなるかですね、挑戦。東本の方に触れますか、疲れという点で？そうですね、そうですね、顔色ちょっと疲れてますね。石川さんどうでしょう？はい、大槻選手この、何年ぶりになるんですかね、4ラウンド目を迎えるっていうのは、そういう部分でいうと、そういうのも含めて覚悟してリングに上がってると思うので、はい、あの東本選手多分アグレッシブに来ると思います、はい、そこを大槻選手はどれだけバクッといくかっていう、そういうところで大槻選手の臆病なところが、はい、いい意味で、はい、まあ、感性の勝負とも言えるわけですね。そうですね、はい、さあ延長ラウンドに突入いたします。大槻覚悟を決めてのこのリング上、東本も当選、2人の戦いは延長4ラウンド目突入。大きな背中は東本、前に出て奥足のキックを突き、奥足を返していくのが東本。お互い中島選手ちょっとこう合わせ鏡のようにもなりますね。そうですね、ローキックいいですね、でその後のパンチ、ちょっとこうなってくるともう皆さん期待していることもたくさんあると思います。はい、これ右だ、ね、一発合わせました、うん、横蹴り、おーよ、これもサイドキック合わせてくる。ここに東本選手膝出していきたいですね、さっきの。こういう時だからこそ、はいはい、互いにきつい展開ですね、スタミナ的な部分でいうと。そうですか、はい、ここね、どれだけふうにあのうまく自分のペースを作れるかですね、はい、自分の展開で作れることによってスタミナ、はい、うん、あのクリアできますからね、疲れてるのね。お互い今は右手を前に出しています。そこから左フック、大槻はオーソドックススタイルへ。となると右手、
さあ風間明夫というのが東本インを一発思い切り左、それには左フックを突き返していきます。さらに前足にローキック、さらにこれは球数よりもという戦いになってくるのか。大槻インの一発、球を前にグローブを動かしながら奥足ローキック空振り、ローキック当て込んでいくのは東本の方です。中島選手距離感気になります。そうですね、大槻選手結構蹴りを出し始めてるんで、はい、これいい展開ですね。で蹴りに対してでも東本の方もこうしますね、すぐにパンチを返してくる。あ、パンチから蹴り、見栄え的に今度逆に蹴りになったんで、はい、ボディ顔面右アッパー、技のつながり大槻選手いいですね、はい。まあ、本当に大槻ならではのモーションの中でですよね、はい、残り1分、単発になってしまってんで、はい、これでこの左だ、まとめた方がいいですね。東本残りのエネルギーも心配です。どうか、そっとりとこれリング上足を止めています。飛び上がるようにして左のローお互いにきついところですよ、ここは、はい、もう限界超えてからということになってくるんですね。中島選手、はい、あと30秒というところから、そうですね、ここからお互い上げてくると思います。東本のパンチ、この展開の中で先手を打とうとしてくると、左左左、こういうコツンコツンいいですよね、逆に、最後の最後、あれ頭止まっている位置ですとやっぱりダメージありますよね、はい、右アッパー、ラストの印象、ラストの10秒の印象も大きいですよ、空振りさせて前進、東本も返してもらいたい、なんとしてもという右から左アッパー、大槻の球数が多い。ここでエクストララウンド終了です。大槻選手は今の笑顔が、はい、自分の思う通りできたという感覚があると思います。そうですね、やりきった感じありますね、延長ラウンドですね。まあ、首を振ってはいますが、今この深呼吸の大槻の表情と右左拳を突き上げた東本、さあこのラウンドのマスト採点です。ジャッジ西村10対9、赤大槻1票、ジャッジ箱崎10対9、青東本1票、ジャッジ豊山この後決まります、10対9、青東本この相手とやれるならと、再びモチベーションあったら大きな一勝です。崖っぷち3連敗から抜け出しました。相手はこの大槻春明、中島選手どう捉えましたか。はい、そうですね、大槻選手結構手数出てて攻めて、まあ、東本選手もまあパンチを当ててたんで、はい、そのダメージとかそういう点ですかね。石川さんどうでしょう。はい、非常に難しかったですね、はい、今の延長オランダどっちもありえるけど、はいはい、まあ、でも東本選手この、ね、大槻春樹に勝ったっていうこの勝利、一勝非常に大きいですよね、はい、いや大槻の戦いぶりについてもぜひ、はい、やっぱりですね、約2年近くぶりの大槻春樹選手いい戦だったんですけど、やっぱね、いろんな怪我だったりとか、そういう年齢的な部分でいうと、やっぱね、昔のようなスタイルとはまた違ってきた、中での今日の戦い方でしたね、はい、いや4ラウンドかかりましたが、勝利いたしました、バクワン大槻に判定勝ち、東本久輝です。